やほこんにちは、さきこです。東京でボーカルトレーナーやっております。レッスンのお申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はエンティームのティザーがもう3本出てるんですよね。確か22日0時ということで、もう間もなく、はい、もう間もなくで、あの MV が公開されるということで、直前ではあるんですけれども、一回ちょっとティザー挟んどこうかということで、ちょっとまだ私見てないので、早速ちょっとそちらを皆さんと一緒に見ていきながら、あのどんな感じなのかっていうのをね、ちょっと触れていきたいなというふうに思います。はい、ということでまずティザー1ですね。こちらなんか坂口健太郎さんが出てるみたいなお話聞いたんですけど、どういうことと思って、結構あら傷だらけの健太郎じゃない。待って、ケイ君もボロボロじゃない。ちょっとさ、待って、めちゃくちゃ引っかかれてるんだ。あ、なんか戦いの後みたいになってるわけね。敗北した後なのかな。死なないで、そんな顔しないで。大人の狼が子供の狼を守るのは当然だろう。何、ちょっとドラマ仕立てなんですけど、ちょっと待って、ちょっと金八先生出てきた今。ちょっと入ってない、ちょっと金八先生入ってませんか。子供の狼を守るのは当然だろう。当然だろう、この言い方ごめんなさい、本当にごめんなさい。ケイ君、あー、このね、ケイ君と言ったらやっぱりこの悲しい瞳ですね。ちょっとさ、なんかこうキラキラっとした瞳をしているというよりかは、どっちかっていうとなんか悲しい瞳をされた方じゃないですか、ケイ君って。目元が少し悲しいんですよね。このちょっと憂いを帯びた視線みたいなのが非常にやっぱり似合う方なので、こういうちょっとこう涙目になっている、助けてくれたその同じ縄張りの大人なのかな、大人の狼なのかな。ねえ、死なないでだよね。うわ、ここで始まるのね。やだー、ねえ、待って、ハルワくん？そばかすすごい。これわざとですよね。ハルワくんそばかすあったっけ、こんなに。ジョーくん濡れちゃうよね、わかる。わかる。ちょっと待って、ごめんなさい、一番かっこいい、ごめんなさい。あの、ふうまくん一番かっこいいって思っちゃった、今。ちょっと待って、もうハイブかけふうま最強じゃない？ちょっと待って。え、私さ、なんか一番ハイブっぽくないとか言ってたよね。本当にごめんなさい。本当にごめんなさい、マジで。ちょっと待って。一番かっこいいんだけど、風磨くん。どうする？え、どうしよう。ニコラス。走るよね。ね、ちょっと待って。時？時の流れ系？あらー、あらー、刻むね。時刻むね。ちょっと、桜の下？うわ、ちょっと待って、エモ系ロック？もしかして、私が大好きな、エモ系ロック？すごくない？わかんの、吠えちゃうよね、わかんの。ちょっと待って。一回待って。すごくない？ここ。超アクロバティックなんだけど。狼だから。吠えるよね。鳥肌立ってるわ、今。ちょっとやばい。めっちゃ鳥肌立ってる。超楽しみだし、絶対好きだわ。はいはい。このなんか、ね、オートチューンきつめな感じもちょっとハイブっぽくて。やだ、めっちゃ楽しみなんだけど、どうしよう。何？遊園地？東京タワー？日本だから？東京タワー？だって、タキくん、かわいい。ね、待って、曲好きだわ。曲絶対好き、私。確定しました。このコード進行とか、この感じとか聞いてて。めっちゃ好きです、もう。どうしよう。早くない？超楽しみなんだけど、早く公開になってって感じ。で、こちらが三つ目ね。はいはいはい。あ！ちょっと待って、また体育館っていうのもね、ちょっとこの、ね、あの、ハイブっていうか、エナイプンの匂いがここでしていますね、急にね。このね、階段状の音取りね。ロケ地一緒じゃね？違う？エナイプンと。
吠えるよね。やばい。超楽しみ。やばいんだけど。みんな行ける？すごい楽しみです。はい、ということで、もう本当に間もなくですよね。はい、22日の0時っていう風に確か書いてあったと思うので、本当にもうドキドキワクワクが止まらないという感じなんですけれども、もちろんリアクションの方ね、撮らせていただきますので、その際はね、ぜひ皆さん見ていただけたらとっても嬉しいです。ということで、ちょっと駆け足にはなったんですけれども、事前にちょっとティザーを確認したかったので、今回ね、ちょっと皆さんも巻き込んで見させていただきましたということでございました。またね、次動画がありましたら、ぜひぜひ皆さん見に来てください。ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。